変な詰め上がりましたので今からブローします。え、お父さんが言った時はよく前橋行ったんだよ。はい、うん、まあ、用事がなければなかなか行かなくなる、うん、ね。前橋は近いからね、はい、前橋より、はい、前橋は遠いから、うん、でもうちはほら妹は田中君いたから、はい、その時はよく行ったんだけど、はい、妹を住んでたから、電池に終わったわ。お昼を聞いて食べられるわ。何かお昼でも買っておうかな。たまにや。そうだね。やっぱりほら出ないからね、はい、であのうちの方にお店はないでしょう、はい。だから買うことないんだよ。そうだよね。だからね、せめてここに渋谷とかさ、うん、はい、あの高崎ぐらいね。畑ぐらいね、うん、あの本当だ。ご飯があってもね、うん、あの。お弁当みたいなものを買ってみたりさ、そうだね、うん、そういうこともね、気分転換にいいよね、うん、だってそんなピザみたいなそのシャータムクあげたってさ、お寿司会一番いいそうだ、もうしてきたぞ。で私があんまりあのね、あの生もんが好きじゃないんだよ。あ、そうなんだ。うん、お刺身だなんかが、うん、お湯までにはあのだだから食べるけどね、まあ、そうだね、あの自分でね金出して買ってまで食べるそれかもあのあれだあのもの あのお寿司のそういうものの方がいいから、はい、おいしてきた。はい、お疲れ様です。